長戸短大は一般には1276年に鎌倉幕府が現行に対処するため長戸国に設置した最前線防衛機関の故障として知られる。長戸守護の権能を受け継ぎ拡大したものと考えられるが詳細は不明。初代に相当するとされる法上宗より以後法上氏一門が任命された。資料上では 北条自治家に対してのみ、長戸数王短大の将が確認されている。1274年10月、元軍が九州北部方面に侵入したことを契機として、鎌倉幕府は1276年に最前線、防衛の強化を基として、執権北条自州の弟である、北条宗よりを長戸守護に任命し、長戸へ派遣した。これが、 長戸短大の始まりと考えられている。猛古襲来という非常事態に対処するため、胸よりには他の守護よりも強大な剣能を与えられていたとされるが、その剣能の詳細は明らかでない。長戸には、長戸敬語番役が設置され、1281年の現行に際し、元軍が襲来したとの伝承が残るが、確認できる時期は、比較的新しい。 長戸への襲来は、資料の不足などにより詳細は不明。長戸守護職は諏王守護職も兼ねることが多く、長戸守王丹大の故障はそのためであろう。また後世には、長戸丹大の権能が拡大されて、山陽道、山陰道全域の剣断を管轄していた時期もあった、ため、中国丹大と故障されることもある。1333年、全国的に、 鎌倉幕府への反旗が上がり、九州では幕府の重要機関である鎮税丹大が激しい攻撃を受けた。そのため、当時の長戸丹大法上寺辞家は鎮税丹大の救援に向かったが、たどり着く前に鎮税丹大は滅亡してしまい、辞辞家は無前国柳ヶ浦がで降伏することとなり、鎌倉幕府における長戸丹大の歴史もここに幕を閉じた。 その後の室町幕府では、将軍、足利尊氏の諸子である、足利忠冬が一時、長戸丹大に任命された。資料上、長戸丹大は、法上寺自家が知られるのみであるが、北条宗より以後の北条一門が務める長戸守護は、他の守護よりも強い剣能を持っていたことが参見され、後世における、長戸丹大の名称はそれによると考えられている。 ただし、その実態はつまびらかではない。これに対して実態が不明なのではなく、長戸短大の存在そのものを否定する説もある。この説によれば、くつな文書、くつな刺激を群中上以外に、長戸短大と記された文書が、今日まで見出せないのが不自然であること。また、長戸短大という植生が実在したとすれば、 六原丹大や鎮税丹大と同様に幕府の命令を直接受ける立場にあったことになるが、現存する行政文書から得られる情報では、幕府から長戸国守護に対する命令は、現行以降も六原丹大経由にて行われており、またそれ以外の分野においても長戸国守護は、六原丹大の指揮、命令を受ける立場にあり、その命令下の範疇を超えるような職権を行った。 証拠は発見されていないと指摘されている。そして、現行以降、北条氏の一門の有力者が、長と、数王の守護を兼ねる状態が続いていたが、彼らの出自ゆえに、長と丹大という俗称が用いられていた可能性は、あるものの、当時の鎌倉幕府に、長と丹大と称される役職、組織は存在しておらず、傍聴守護と呼ぶべき存在であったとしている。 1276年に、北条宗よりが、長戸守護職に部任されて、長戸丹大が、実質的に創始される以前は、二階堂氏が、長戸守護職にあった。しかし、二階堂氏は、鎌倉に常駐していたため、現地代理人として、三井氏が、長戸守護大を務めていた。三井氏の屋敷跡と考えられているのが、下関市、安岡富島にある、 三太屋敷屋と遺跡である。通常、鎌倉期の守護は、鎌倉に在住したままで、現地へ赴任する例は多くなかったが、長戸守護に任命された、北条宗よりは、大元防衛の最前線司令官として、実際に、長戸へ赴任する必要があった。現在、北条宗よりが駐在した、守護所として、最も有力視されるのは、長戸国画が存在していた。 調布である。また、後に、三井氏は、豊浦郡室津へ転居していることから、地元、安岡地域では、三井氏は、府人の屋敷を、北条宗頼の居所、すなわち、長戸丹大の拠点として、北条宗頼へ譲ったとする説もある。ありがとうございます。